玉田,田正明は日本のノンフィクション作家、小説家で毎日放送の元アナウンサー、記者。埼玉県出身で東京大学文学部西洋史学科へ進学。大学時代はパイロットを目指していたが体調不良で航空会社への就職に失敗。これを機に放送業界への就職を決意した。大学卒業後の1980年に毎日放送に アナウンサーとして入社。同期入社組に、現在も競馬中継の実況などで活躍する、スポーツアナウンサーの三藤博文がいる。毎日放送への入社後は、アドリブランドなど数々のテレビラジオ番組に出演。1985年10月の人事異動で、報道局の記者に転じた後は、告発。フロンガス密油断、住宅ローン金利の不正捜査事件。 偽玉ごっち密造工場、航空機衝突防止装置の会などのスクープで毎日放送のキー局 TBS テレビ制作の報道番組にも登場することがあった。実母の介護に専念するために2006年で毎日放送を退職。2009年4月には初の書き下ろし小説全開判定を刊行した。2015年に中澤翔吾名義で 中高年ブラック派遣人材派遣業界の闇を上司、人材派遣業界の酷さを告発して話題になる。自身の準備不足を事前説明との不一致へ、責任転嫁2015年12月15日に、テレビ朝日、ハトリ慎一モーニングショーの特集、なぜここまで耐える実録ブラックバイトパート、派遣の実態に出演した際。 化粧品の検品作業と聞かされていたが、実際は化粧品会社のカレンダーの台紙と金具を止める作業であった。内容を知らなかったため、老眼鏡を持参していなかったが、そのまま作業させられることになり、作業時間も監視された。という説明がされた。なぜもともと、化粧品の検品作業という手元を見る作業で、老眼鏡を持参しようと思わなかったのかは、原稿を読んだ。 羽鳥真一をはじめ、アシスタントの宇が夏美、コメンテーターの青木治、おさむ、浜田恵子など同席者からは、一切触れられず、大きな矛盾と疑問を残したまま放送を終えた。退職時期、年齢の不正確性退職時期はメディアによっては2006年、公演以来の営業用プロフィールでは2007年としており、情報に一貫性がない。前述のテレビ出演の際は、 家族の介護のため48歳で退職とフリップボードで紹介を受けたが、それは2003から2004年にあたりさらに一貫性がない、など、ありがとうございます。